皆さんこんにちは、ジャパンサイファイの J です。今日解説するのはスターウォーズシリーズでもトップクラス究極の神シーンを解説します。ドラママンダロリアンからルーク・スカイウォーカー無双シーンです。この無双シーンはまさに選ばれし者としてのルークの最盛期を描いたシーンです。今日はこの神シーンに隠れた様々な設定やルークのチートすぎる戦闘技術を解説していきましょう。まずは状況のおさらいから。マンダロリアンシーズン2では強いフォースを持つヨーダ種族の子供であるグローグーが帝国から付け狙われています。パルパティーンのクローニング技術に使用するためだと考えられていますね。そして帝国軍とそのドロイド部隊であるダークトルーパー部隊が侵入し、もはや脱出の希望がないと思いきやルークがやってくる、そんなシーンでした。ちなみにここで登場していた敵のドロイドは第3世代のダークトルーパー。装甲は最新式のものでブラスター攻撃は通用しない装甲です。唯一の弱点は装甲板の間にある隙間、特に首の部分が弱点です。まず最初の監視カメラで映るシーン、ここではまだルークだということが分かっていない、誰なんだというシーンでしたね。ここでルークは5体のダークトルーパーを撃破しています。まず正面の1体はフォースプッシュで撃破、カメラ手前のダークトルーパーはブラスター反射を的確に行い、ダークトルーパーの頭部を一撃で射抜いています。ダークトルーパーは頭部の装甲も分厚いため、ルークの反射攻撃は通用しないはずです。しかしルークは頭と首の付け根、ダークトルーパーの弱点に対して的確に反射することでダークトルーパーを仕留めています。ここからルークのブラスター反射技術が大幅に向上しているということが分かりますよね。さらに近距離戦闘ではダークトルーパーを真っ二つにするという容赦のなさも光ります。ちなみにルークはドロイドを相手にしているため、ここでは積極的に敵の頭部にブラスターを跳ね返したり、一撃で敵の戦闘力を奪うために本気でドロイドを殺しにかかっています。一連の戦闘シーンが神シーンなのは敵がドロイドであるため、ルークは一切手加減する必要がなかったというのもありますよね。次の廊下のシーンではルークは一切足を遅らせることなくダークトルーパー部隊をバターナイフのように切り刻んでいきます。ここで注目すべきはルークの反射神経です。なんと超近距離で放たれたブラスターを反射しているということがわかりますよね。もし敵が人間だったらブラスターを撃ってやるという気持ちをフォースで事前に刺して対応するということができます。ヨーダもエピソード3では敵の意識を読むことで対処していましたよね。一方ルークの場合、ドロイドは意識がないので単純な反射神経だけでこのブラスターを反射しているということです。もう頭おかしいですね。そしてここでのルークの戦闘スタイルはフォーム5支援のように見えます。なぜならブラスター反射を攻撃に織り交ぜていること、そして一撃一撃が非常に重いパワーアタックの傾向があるからですね。このフォーム5は父であるアナキンが使っていたフォーム、さらにはその攻撃的な性質からダークサイドにも触れてしまう可能性のあるフォームです。ルークはそれを使いこなしているということからもかなりの成長具合がわかりますよね。実際ルークの戦闘シーンでは一切の手加減はなく、フォースを使った重量物でダークトルーパーを押し潰す、頭を一撃で破壊する、首の弱点を狙うなどなど、かなり攻撃的な戦闘スタイルですよね。最後の廊下シーンではルークがとにかくかっこいい。もちろん敵をなぎ倒していくシーンがかっこいいわけなんですが、注目すべきはやはりブラスター反射です。ルークは超近距離のブラスターを反射するだけではなく、なんと背面のブラスターも反射していますよね。こうした回転攻撃を織り交ぜながらの反射攻撃というのはまさにアナキン・スカイウォーカーの戦闘スタイル、オビワンからつながる系譜なのでかなりエモいですよね。恐ろしい戦闘能力です。さらに最後のシーンでは父親譲りのフォースチョークまで繰り出してくれました。フォースグリップをダークトルーパー相手に使用していましたよね。その威力は凄まじく、ダークトルーパーの最新型の超頑丈な装甲をいとも簡単にひねりつぶしています。しかもルークは義手となった腕を使ってフォースグリップをしていますから、生身の腕よりもフォースの加護が得られずに力が弱いはずなのに、この凄まじい威力、凄まじいですね。もう本当にルーク強いです。一連のシーンでのルークの戦闘力と容赦のなさは凄まじく、ローグワンのベイダーの廊下シーンを思い出させますよね。もちろん敵がドロイドというところを差し引いても凄まじいですね。ローグワンのダース・ベイダー廊下シーン並みの迫力、結局のところ2人は親子なんだなと感じるような神シーンでした。ダース・ベイダーの廊下シーンはまさに絶望の象徴のようなシーンでした。暗闇に浮かび上がる赤いライトセーバー、そして逃げ惑う反乱兵士たちの叫び、ダース・ベイダーの圧倒的なまでの殺戮がローグワンでは描かれていましたよね。一方ルークの廊下シーンは希望の象徴でした。2人
2人の戦闘スタイルは一部似ているところはあるものの、親子で全く正反対のメッセージが出ているというのが面白いですね。皆さんはベイダー無双シーンとルーク無双シーン、どちらが好きですか？他にも解説してほしいスターウォーズの神シーンがあればぜひ教えてくださいね。それでは次の SF でお会いしましょう。フォースと共にあらんことを。